ピッチャー筒井、低めの球引っ掛けてサードゴロ、そのまま一塁送球。筒井いかがでしょうか、ピッチャー浅と何を投げるのか、ランナーした、これはエンドランショートを打ちましたが、さあ抜けていってレフトにポテンポテン、あの矢沢に任せるという形だったんですけどね。チャンスを生かせるか、中のボールですが打った打球はサード後方ファールゾーンに流れてリーアウトチェンジ。まあ、いろんな攻め方ができますね。そのフォークボールですが、すくった石川はセカンドフライ、セカンド足が止まってスリーアウトっていうところだと思うので、チャンスにつながってくるんじゃないかなと思います。得点圏にランナーを進める、ここが強い打球がライトを襲っていく、ライトが超える下がって下がって、ちょっと風が吹く中ですが、このシフトを乗り越えて1球と続いていきますが、まだチャンスはあります。ここはサードの稲本がトンネルをしてしまった。3位に一塁ランナーはホームに突入、そして打ったランナーは背番号17を背負った恩田です。あ、やっとこれはまっすぐ139キロ、第2球目、わあこれはいい打球だ、レフトの前方に落ちる。試合の流れをここで引き寄せたいが、ここでバント、サード方向にうまく転がして、わっとここは必死のスレッドスライディング、やはり低いね、いい制御、初球からいった、ショートの横、三塁ランナーが帰ってきて二塁ランナーはストップ、見事ですよね。宇宙間方向に行った打球はライト側と追いつきましたが、ここはアウトコースに、やめてエビのところ、あとは下、ここで動いてきましたが、井原がうまくライト方向つなげるか、あーここはいい打球、レフト前、代打は橋本です。わあ外の球を三遊間抜けていく、二塁ランナーは三塁回った、三塁回ったホーム送球はレフトからストライク送球、飛行線構える、うわーっとこれは北のかかる矢沢、おしゃっこはカウント、打ち返した打球はライト方向、しかしライト深く守っていた定位置から少しライト線に寄っていく、強い打球、三遊間を襲うライナー性の打球だったので、ああここは低いボールですが、押っつけていってね、さあ打った打球センターの真ん中ぐらいですか、あっとこれは落ちましたのか、あっと一二塁間破っていく、自分の形でスイング、また後ろにつなぐことができるか、速いボールに対して一二塁間これも破っていく、矢沢につながって、さあ二塁ランナー一気に本塁、ここはさあ1年生の山下、あっとここも1、2塁間勝てるんですが、跳ねた打球、7対4をもちまして東海大学の勝利となりました。